超音波ガイド化1神経層ブロック鎖骨化アプローチは肘、前腕、手などの外科的処置の際に行われる上肢ブロックです。この手技は局所疼痛症候群の治療にも用いられます。鎖骨化アプローチの必要物品は 20cc 注射器2本、三方合戦、 任意の局所麻酔薬 40cc、25ゲージ芯3本、5cc 注射器、1%キシロカイン、17ゲージ注意芯、延長チューブです。